はい、ということで、まあ、面接は今のところで OK で、で今度は、筆記試験について、でなんか事前にこれやっといた方がいいよとかポイントはある？筆記試験は、うん、課題図書が学校から出されるので、うんうんうん、あれだね、プレステップ浸透学だね、うん、それをもう見ないでもある程度自分で分かる、うん、理解できてれば、うん、その筆記の内容自体はそんなに難しくないです、うん、聞かれてる内容もそんなに難しいことは聞かれないので、うん、あとは書く力がしっかりあれば全然大丈夫だと思います、うんうん、もう課題図書を読み込んでそれについて書くってことだよね。課題図書が多分一番大切な気がします。そうだよね。逆を言えば課題図書をやってなきゃ落ちちゃうよね。きついです、ね、きついよね。本当にそう、漢文で資料が出されるんですけど、それをこう素早くこう見ただけで読めるんだったらまた話は違うかもしれませんけど、ほぼ無理、私は無理です。だまあ事前にいっぱい読んだもんね。そうだよね。だとにかく読みまくって書きまくること。プレステップ浸透学、課題がついてて、あの自分でこういろいろ文章を書く問題とかもついてたもんね、うん、そういうことを事前に徹底的にやればいける、いける、いける、はい、ということです。